おい、山口一郎、ちょっと来いよ。お前さ、NHK で、なんか新時代の音楽番組なんか始めるらしいじゃねえか、バカ野郎。お前誰がそんなクソ番組見んだよ、バカ。バカじゃねえのか、お前マジで山口一郎、これ。いいか、お前。新時代の音楽番組。ってことはさ、この前のゲリラクソライブでのタイマダンスもそうだけどさ、タイマ、マリファナを吸って音楽を聴く文化を日本で広めようと思って NHK で番組することになったんだろ？で、NF パンチのスタッフ、要はさ、音楽にも詳しい奴らが参加するってことはさ、ガチなタイマ合法化番組を、タイマと音楽の関係をさ、NHK で堂々とやってやろうっていうことなんだろう、お前。それ自体は素晴らしいよ。俺の動画を見て、大麻合法化、思考用の大麻合法化の必要性を理解して、NHK で番組を作ろうっていうところまではいいんだよ、山口一郎。いいか、お前。シュガー&シュガーってなんだよ。お前さ、そんなの、番組タイトルでさ、大麻合法化の必要性なんてさ、大麻に興味ないやつが分かるわけないだろ、バカ野郎、おら！舐めてんじゃねえぞ、バカが。いいか、シュガー&シュガーっていう番組名を今すぐ変えて、タイマ&マリファナとか、マリファナ&マリファナとかにしろ。いいか、そうすれば、もっと多くの人が、思考用タイマ合法化の必要性について考えたり、議論することになるから。いいか、山口一郎。俺はお前を応援しちゃってんだぞ、バカ。お前が爪が甘いから、バカみたいなことばっかやってるから、な、俺が毎回切れなきゃいけねえんだよ。しかも、その番組のさ、画像っていうの、その番組内容の見たけどさ、お前だいぶ老けてんじゃん。お前ちょっと働きすぎだろ。おい、もう少しさ、タイマーを吸うなり、日本じゃ吸っちゃダメだぜ。タイマー合法の国でタイマーを吸うなりしてさ、もっと、リラックスして、仕事もあんま働きすぎないようにしろよ、お前。無理すんな、お前。分かったか？クッション！チャンネル登録してね。チャンネル登録して。